岬の荒波に男の意地がひと燃えて陰で支える愛妻の祈りは天に届くのか。巨大マグロこそ漁師の誇り。釣れば天国、釣られば地獄。妻に捧げる、ああ巨大マグロ。10月初旬、岬が紅葉に染まり始める頃、タッピはマグロ漁のシーズンを迎えるのだが、今年は少々様子が違っていた。遥か沖を見渡してみても漁船の姿は一層もない。そこで去年取材した漁師水島のお宅を訪ねてみることにした。こんにちは。はい。今年はマグロはどうですか？ダメだな。今朝も行ってきたけども全然ダメだわ。あ、そうですか。ずっとこれだったら大変だよ、うん、マグロ漁を始めて5年。まだベテランには程遠い水島だが、去年の暮れには186キロと243キロの超大物を釣り上げている。ところが今年は全くの坊主。一体全体どうなっているのか。で常温でこれでまんま食ってるの。私1つ400万円で5つ入って2000万。それでね、このマグロがねうちの看板なんだからね。財布だよ。夫が釣り上げた巨大マグロの写真を看板に土産物を諦うのは妻の夏子さん。タッピ岬の突端で今日も元気に商売に勤しんではいるものの、そこは漁師の妻。全く姿を見せないマグロのことが気にかかる。まあまだね、11月に入ってボツボツになるんじゃないのと思って、毎日神様仏様祈ってるけどね、拝んでるけどダメですわ今のところまだ。口笛を吹いてトンビを呼ぶのは夏子さんがいつしか覚えた験担ぎ。もちろんマグロが来るように。タッピ沖のマグロ漁は夜明けとともに開始するのがルール。水島はいつものように夜明け前に船を出したのだが、漁場に到着してみれば海上にはすでにたくさんの漁船が今や遅しと待ち構えていた。もちろんよそからやってきた船も多い。タッピの名物といえばこのダンブ漁。ダンブと呼ばれるオレンジ色の浮きに釣り糸を巻きつけ潮の流れに乗せる。餌は生きたイカ。マグロは漁船のエンジン音を極度に嫌うという。そこでダンブを流しておき、離れた場所でマグロがかかるのを待つという仕掛けだ。まずマグロがかかるとダンブが引っ張られて沈む。その時の浮力でマグロの顎に針がしっかりと刺さる。焦ったマグロが暴れると今度はダンブが激しく回転し始める。水の抵抗は想像以上に強く、マグロは次第に体力を奪われ釣り上げやすくなるというわけだ。つまりダンブの回転こそ戦闘開始の合図なのだが、それにしてもと水島はため息をつく。なぜマグロはその姿を見せないのか。ダンブは一向に回る気配すらない。なんだなんだ。みんな達比生まれの水島は20歳過ぎまでイカ釣り船の船員をしていた。その後思うところあって丘に上がり、津軽海峡を貫く青函トンネル工事の現場職員となった。リーダーシップのある水島はその腕と度胸を買われ、青函トンネル完成後は愛知県のトンネル工事現場などで働いてきた。しかしふるさとタッピの海忘れがたく、
再び漁師に転職したのが9年前。漁船を買う資金が足らず、漁協から借金をしての再スタートだった。去年大物を2匹釣り上げたことで、なんとか借金は完済できたものの、苦難は追いかけるようにやってきた。なんと船のエンジンがトラブルを起こしてしまったのだ。その時は修理してしのいだものの、年明け早々には買い替えなくてはならない。その費用はおよそ350万円。大物マグロを釣り上げなくてはまた借金地獄に逆戻りという厳しい現実が待ち構えている。その時ついにマグロが跳ねた。くえ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 、ハッピー漁師が炎と燃える。釣らねば水島に明日はない。10月の半ばを過ぎても津軽海峡にマグロの群れはやってこなかった。それでもタッピだけはなんとかマグロの水揚げがある。数は少ないけれど200キロを超える大物の姿を拝むことができるのがせめてもの救いだった。タッピに水揚げがある最大の理由はハエナワ漁を禁止しているおかげだから、一網打尽にされなかったマグロがまだ残っているのだと人々は噂していた。その日水島は去年大物を釣り上げたとっておきのポイントを目指していた。いたって、ここにマグロいたって。探知機にはマグロらしき影も映っている。久しぶりの漁影に胸躍らせながら水島は暖房を放り込んだ。まさに祈るような気持ち。その直後のことだった。いない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 。確かに今マグロが跳ねるのが見えた。再び波間に目を凝らす。おお、いる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 。いっぱいだろ。カニじゃん。カニ見る気でもカニんだ。ロー、な、すぐそこでカニ、ダンブの横でカニ見るで。ダンブの横で。マグロの姿は実に2ヶ月ぶり。しかし、食いつく気配はない。ともかくマグロはやってきた。次なるポイントに移動してみると、あれは大間新団。あれずっと大間だよ。タッピ沖に活路を見出そうとするよその船が目立って増えてきている。まだあの沖の船も回ってくると。突然その中の一艘がスピードを上げて走り出した。どうやらマグロの群れを見つけたらしい。水島は呆然と見つめるばかり。あの船俺来たのかな。結局あれ来た。さっきほらこうグッと回していったの、あれ来たんでねえのか。あららら、表にいたじゃん人ら。来たんだよあれ。うん。一方マグロは水島の暖部には目もくれず跳ね回るばかり。暖部の横で、ダンプの横でバンバン跳ねても、あらららららら、なあ、ただいだな、戻りだ、あくらめだ、どうも、くえ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 、飲む暇、いで暇。結局日没間近となり漁は終了。水島には言いようのない敗北感だけが残った。港に戻ると妻の夏子が夫の帰りを今や遅しと待ち構えていた。お疲れ様です。明日は釣るから。明日は明日は頭の目にしないで忘れたのが出てくる。随分いだけどもな。波だわ。はい、波は元気出るぞ。はい
そして明日のために頑張ると笑う角には福が来るからいいよ、まだ大丈夫大丈夫。いや明日だ明日明日、うん、2人が結婚して早35年、プロポーズしたのはもちろん水島で、猛アタックの末にようやく妻として迎えることができた。漁師としての再出発も全て恋女房がいてくれたからこそと水島は言う。11月に入り、津軽海峡はしけることが多くなってきた。そんなある日、水島の作業場にやってきたのは親友の田村。田村はいわば渡りの漁師だ。5年前までは大間でマグロ漁をしていた。お邪魔すぞ。数々の漁場を渡り歩いてきた田村は、針の太さや手ぐすの結び方など親友の水島に惜しげのないアドバイスをしてくれる。漁師にとって企業秘密にあたることも全て伝授してくれるのだからありがたい。この日は餌のサンマについて。サンマは後ろにあの一人で餌持ってさ持っていくような状態にして持っていけばどうしてもかかりではな、マグロ。俺たち素人もやっぱりちょっとでもアドバイスもらえば、うん、ただだからアドバイスもらったからってそり場所だばつもがなもんいけねえじゃな。これで最高つもんねえんだからこれだけは何でもないわな。これまでのしけが嘘のように収まった翌朝、夏子の見送りを背中に受けながら水島は5日ぶりに船を出した。沖には大間船団をはじめ100艘余りの船がひしめき合っている。マグロの群れがサンマの大群を追っているという無線が入った。そこで今日は暖房を使わずサンマを餌にして一本釣りで挑むことに決めた。親友の田村から教わったコツを加えて作ったサンマの仕掛け、まるで生きているかのようにサンマが泳ぐ。いかにマグロを欺くかが勝負の分かれ目。目の前でマグロが跳ねた。おー、いた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 。しかもこの跳ね方はサンマを追う時の独特な跳ね方。仕掛けを流してから30分、当たりは一向に来ない。この沈黙の時間が一番つらい。いるんだけどもな。と諦めかけたその時、いやー引っかかね。なんだよ、いやー振ったんだよ。飛ばせるくせにだけども、いや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 。いやー釣りに行った。仕掛けは見事に食いちぎられていた。翌日は南部漁に変えてマグロにリターンマッチを挑んだところ、これがまんまとヒットした。南部がくるくると回り続けているのはマグロが食いついている証拠。今度こそはと南部を引き寄せる水島の手にも力がこもる。南部を引き寄せてもまだ工程の半分でしかない。テグスを巻き取り機につないでマグロとの勝負が始まる。引いたり緩めたりしながらマグロとの距離を徐々に詰めていく。ところがちょうどその時、仲間から入った応援の無線があだとなった。水島、
つが。つがつが。もう了解か。頑張れ、逃がす、逃がすだろ。見なかった。手を離した隙に、マグロが海底にある岩の間に逃げ込んでしまったのだ。漁師はこれを根がかりと呼ぶ。こうなると手も足も出ない。水島がともかく呼吸を整えようとしたその時、あー来た、来た、大佐、なぼかがめな、100キロ以上はかかるけど、去年の180どんぐらいつか、ありよりは手応えねえな。あっても130でねえか。あと2、30メーターぐらいまで来てますか。うん、あと30メーターぐらい。逃した獲物は大きい。いやいやいや、ついでにな。これ以上漁を続ける気が失せた。他の船はマグロを揚げているのに、なぜ自分だけが。そう思うと情けなくなってくる。このまま今年は一本も釣れないのではないか。漁師への転業が間違っていたのではないかとさえ思えてくる。その日は昼過ぎから天候が崩れ、雨がそぼ降り始めた。さながら水島の心のような涙雨。大漁を待ちわびている妻にどんな顔を見せればいいのか。いやいやいや、ご苦労様です。やっちゃった。いや、何や、チャーシューさん、いや、意外と明日あの30年チャーシューさん、どうぞ。はいーさん、準備はもうさらめはった。あ、春準備はなしな。なんだ、今日こそはするかと思って一生懸命壁様を拝んで今掃除して、今は明日、明日、明日は釣れない。大丈夫、大丈夫。妻の一言が胸に染みた。去年大物をあげたことでいい気になってはいなかったか。水島は仕掛けが切れないように全て作り直すことにした。ともかく初心に帰ること。タッピ岬は本日もまたマグロ日和。早起きの夏子が家を出てきた。そしておもむろに手を合わせたのは地元の鎮守の神龍神様。この岩が御神体で、夏子はその周りの掃除を自分の務めとしている。岩場にはゴミが打ち寄せてきて、いくら掃除をしてもキリがない。それでも夏子は日課のように清掃を続けている。おはようございます。あ、おはようございます。いつも掃除してるんですか。天気、風強い日とかさ、雨降りがやる。うん、ちょっと、いや、これすごいのみたい。はぁ、夫にマグロを釣らせたい一心で始めた願掛けも早見つき。夏子はおみきを捧げて海と船を清めることも忘れない。ところが人の心とは厄介なもので、たとえ夫婦といえども時にはすれ違ってしまうこともある。
妻の気持ちは痛いほど分かっているのに、出漁前の緊張も加わって、いつもは温厚な水島が珍しく声を荒げた。ということですね、佐田尾さん、あだわりじゃ。夏子は軽く受け流したのだが、釣れない時のあの苦しさというか、おっかが苦しければお父さんはもっとそれ以上に苦しいからさ、ただ手を合わせて拝むしかないんだなと思って、それうん。とにもかくにも釣らねば話にならぬ。明るく振る舞う夏子の声を背中で受けて、水島は決意も新たに船を出す。今日こそは何が何でもマグロを仕留めなくてはならない。マグロがヒット。今度は失敗できない。ダンボを引き上げた水島はマグロとのやり取りを開始した。その様子を近くで操業していた親友の田村が目撃、スタッフに知らせてきた。それを受け大急ぎで夏子のところへ。おばさん、なんかね、水島さんね、かかったみたい。本当だ。今、え、今釣れるかどうかまだ分からんよ。だ、ほう。電話が来るかもしれんから。あ、だ。だからね、どこ行った。あ、田村さん。田村さん、ちょっと待って。私もカメラも、手あれ。電話。え、山田さん、かかっちゃうぞ。ちょっと待って、今電話持ってくるね。ちょっと待って、自宅にかかるかもしれないし。電話どこだ。興奮しちゃって電話どこだね。おやおやおや、2階からも、ちょっと待って、興奮しちゃって、ちょっと待って、2階からも来てる。あー、嬉しい。まだ早いよ、でも。あ、わ、でも立ってもいられない夏子は、ともかく漁港へ行こうと自転車を走らせた。一方、水島はあと30メートルまでマグロを引き寄せていた。しかし前回の悪夢が頭をよぎる。戦決は戦い終了の合図。武者震いが止まらない水島は大きく一つ息をついてから一気にマグロを引き上げにかかった。獲物は水島が想像していたよりも大きかった。やりましたね。水島の緊張はまだ解けない。一方、港に着いた夏子は、たっちゃん、こわ、ほんと、いやー、うれしい。Thank you.
夫の船を待ちながら空に向かってお礼の口笛を吹く。妻の心は晴れ晴れと、トンビもくるりと輪を描いた。今ちっちゃくてもいいんだ、とにかく釣ったという気持ちに余裕が違うはんでさ、明日はまだ大きいの釣るはんでさ、今日はちっちゃくても大きくてもとにかく釣れたからいいんだ。待ち望んだマグロを積んで夫の船が凱旋してきた。果たしてマグロの大きさは。本当だ、よかったな。あ、よかったよかったよかった、あ、よかったよかった。お父さん、おめでとうございます。改めて見るとマグロはかなり大きい。早速漁協での計量が始まった。結果は堂々の136キロをマーク。起死回生の大物だった。スタッフが水島にねぎらいの言葉をかける。いや、もうテレビ関係なくおめでとうございます。水島の顔に心からの笑顔が戻った。はや、じいちゃんやっと釣ったわけよ。うん、ありがとう。130キロ、これがマグロです。今年の1本目やっと揚げた。これは今年緊張させる。来年半端ですよ。じいちゃん頑張るからね。可愛い孫たちの存在も大きな活力源の一つ。腕と度胸が勝負の漁師家業だけれど、愛しい家族がいればこそ、達筆の水島は2匹目の大物マグロを求めて今日も荒海に船を出す。